竹谷敏子君公明党の竹谷敏子です脱炭素に向けて地域や家庭の取り組みご協力は重要でありますそうした視点から質問をさせていただきます地方自治体が地域内で省エネや温室効果ガスの排出抑制で成果を 出すために特に有用だと思われる取り組みをご教示いただきたいと思いますそして令和3年度の予算を執行してその取り組みを実施した場合に達成すると想定される定量的な数値 CO2 発排出量の削減量を教えていただきたいと思います小野地球環境局長お答え申し上げます 環境省といたしましては、やはり地域資源の最大限の活用、地域の再エネ資源を最大限活用した、自家消費型、地産地消型の再エネ導入、これが最も重要であると考えております。このため、環境省といたしましては、ゼロカーボンシティ再エネ強化支援パッケージといたしまして、避難施設となる公共施設への再エネの導入、 工場や事業所への自家消費型太陽光の導入地域再燃を活用した分散型エネルギーシステッの構築等の支援を実施したいと考えておりますこの支援パッケージの令和2年度第3次補正予算それから令和3年度予算案に計上している補助事業を合わせまして使用2削減量は250万トン程度と想定いたしております竹谷君 自治体が地域にある再エネ資源を活用して導入を推進するということ、非常に重要であります。でそのために今回、予算も確保され,てされるということでありますので、しっかり地方自治体と連携しながら推進をしていきたいと思っているところでございます。で一方で、地域とともに家庭の脱炭素というものも重要でございます。でえー、気軽に 手軽に身近なところで取り組めるものとして LED 照明の LED 化というものがあります家庭の照明の LED 化どの程度進んできていますでしょうか小野局長環境省におきましては政府の一般統計調査として家庭部門の CO2 排出実態統計調査を実施いたしております その結果によりますと、これ、今ということでありますが、今における LED の使用率でございますが、統計調査を開始した平成29年度からの2年間で、9.7ポイント上昇しておりまして、令和元年度現在において 55.、55.6%となってございます。竹谷君、はい、2年間でポイント と上昇して、55.6%直近ではなっているということでございます。非常に身近なところで取り組める施策として重要でありますが、まだポテンシャルはあるなということを思っております。でこれ、あのだんだん LED の価格も身近なものになってきているんでしょうか。 LED に変えるといいよということを、これも知らなかったという人もまだいると思いますので、周知を、復旧周知を図っていくということも重要だと思います。でそのために、LED ではない照明から LED に変えた場合に、どれぐらいの省エネ、また温室効果ガスの排出抑制になるか。 そういうことを国民に知っていただくということも重要だと思いますこれもご教示いただきたいと思います宇野局長お答えいたしますまずあの家庭の発熱電球を LED 電球に変えた場合の省エネ省 CO2 効果につきましては約86%の効果があるというふうに試算がございます また、蛍光灯のシーリングライトから LED のシーリングライトに切り替えた場合、これ同様に約50%の省エネ、省 c o 効果があるという試算がございます。あの先生からも御指摘ございましたが、環境省といたしましては、 えー、省エネ製品に買い替える、まあ、ナビゲーション、新旧さんというのをやっておりますけれども、このような LED 照明の省エネ消費用通効果を発信いたしておりまして、えー、その普及を促してまいりたいと考えております竹谷君、はいあの。我が家もおー、LED、に、えー 全て変えられる部分は変えておりまして、まあ、実感としてあの交換する頻度があの低くなるのであの非常にあの快適といいますかあまた切れたということがあの少なくなりますのでいいと思いますしまたゴミに この電球を出すというのはあの回収する方が怪我をしないようにしっかりとあの布で巻いて箱に入れてというようなあの、えー、厳重にあの。 やっておりますので、まあ、そ,うそうしたことが非常に煩雑ですので、あの長持ちするというのは非常にいいなということを思っております。で、この led 化しっかりと進めていくべきであるというふうに思っておりますが、この過程については先ほど実態調査があるということで数値をいただけまして、まあ、まず、あの半分ぐらいポテンシャルがあるとルーがあるということがあの分かりました。でそれ以外にもあの事業所ですね。 事業所の照明というものも、かなり電力を使っていると思います、でまたあの自治体の街路灯ですとか、もうかなりこれもあの我が党でも自治体で、地方議会で取り上げて進めてきているんですけれども、まあ、自治体の公共施設等の LED 化もまだポテンシャルがあるのではないかというふうに思っております。でこれは家庭,家庭は 数字はあるけれども、事業所やあの自治体となると、あのすぐ数字が出ないということをあの質疑のレクの過程で教えていただきました、これもしっかり実態を踏まえまして、推進をするということ、脱炭素に向けて、これまで以上に取り組む意義というものが、あの政府の中でも認識されてきているというふうに思いますので、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。 でえー、また、あのー、家庭の脱炭素の取り組みとしては、この照明だけではなくて、えー、既存住宅を断熱化するということも、これ、非常に有効な対策であると思っております。その対策の例と効果について、教えていただきたいと思います。小野局長 え委員ご指摘ございましたようにあの既存住宅の断熱化の取り組み、非常に重要だと考えております。あの熱の出入りの大部分があの窓などの、まあ、開口部からあーであるという分析結果がございまして、窓などの断熱性能の向上、これ、既存住宅について非常に重要な、有効な対策であると考えております。環境省におきましては、令和3年度の当初予算、 案におきまして既存住宅のの断熱リフォームの事業を盛り込んでございますますた例えば断熱効果ということでございますが断熱性能の低いアルミサッシの一枚ガラスを採用している小型住宅の窓すべてを断熱性能の高い窓に回収するというふうに仮定いたしますと省エネ効果が約15%年間 CO2 と換算で170キログラム程度の削減があるというふうに試算しております。関係省庁と連携しながらこのような窓の改修支援、あるいはその個人でも低コストでできる断熱化の取り組みの紹介、普及啓発なども行ってまいりたいと考えております。竹谷君。はい。えー、まあ窓の断熱効果で。えー CO2 の削減具体的に定量的にま効果があるよということを今あの前提を置いた数値でお示しをいただきました。これも非常に大きいと思うんです。で年間170 キログラム CO2 が排出削減されるということは、まあ、例えば2000万世帯がこれを行ったと仮定をいたしますと、おまあ、相当のお、まああのー、もっと世帯数が多いかもしれませんけれども、まあ、今あるポテンシャルで考えて、例えば2000万世帯が行うと、まあ、ざっと計算すると、えー、340万トンになるんですかね。 これ、先ほど最初にご答弁いただいて再エネの、地域の再エネ導入、250万トン、今回の予算で実施すると削減される定量的な見込みを出していただいて、それを上回るぐらいの成果を出していける、しかもこれ、ヒートショック等の健康の効果も、 あるわけでですので脱炭素だけではない、地域、えー、既存住宅の断熱を行うことで、まあ、非常に大きな効果があるということでございます。で、一方でですね、やはりこの断熱性能の高い窓を工、えー、務店にお願いいたしまして、えー、工事していただくと、それなりのお金が。 必要になりますで、まあ、それで補助をしますよということなんですけれどもそうしたあお金を使える過程というのはすべてではありませんそもそもそのお金がないというところもあるわけでございまして、えー、それでまあ個人でも気軽に低コストでできる断熱化の取り組みの紹介を、えー、ホームページなどで行っていただいて ということもやっていただいているわけなんですけれども、そうした取り組み、それですと、数千円から1万円で1つの窓ができるという、そういったこともありますので、それは今回の補助の対象ではないわけでありますけれども、少ないお金で取り組める方法もあるということをお知らせいただくことも、それはそれで重要なことだというふうに思っております。 でただこの断熱性の向上に取り組むということが、非常に脱炭素に向けて重要なことなんだということも、これも国民の皆様に知っていただくことで、そうしたことをじゃやってみようかなというふうにもなると思いますので、ぜひこの啓発等も取り組んでいただきたいというふうに思います。 でまた、家庭や自治体で取り組める脱炭素ということで、まあ、新しい設備を導入するということも、当然、重要な取り組みであると思っておりますけれども、えー、廃棄物、この廃棄物の量を減らしていくということで、脱炭素もできる。これも私あの 非常に重要な点で、しかもあまりお金がかからないというよりも、お金、かかるお金が少なくなるという、そういう取り組みであるというふうに思っております。でまず、日本で1年間に廃棄物から排出されている温室効果ガスの量、そして全体に対する割合を教えていただきたいと思います小野局長お答えいたします。 2018年度の値でございますけれども、一般廃棄物から産業廃棄物からの排出量、CO2 換算で約3350万トンでございまして、我が国の温室効果排出総排出量の約2.7%という数字でございます竹谷君。 えー、我が国の温室効果ガス総排出量の2.7%があー、まあ、ゴミの処理、処分から出ているということであるということが分かりました。 で、えー、これを減らしていくにはどうしたらいいかということで、まあ、家庭から出るごみ、事業所から出るごみ、それぞれあるわけでありますけれども、おまあ、私たち一人一人が取り組んでいけることをやっていくために、国民一人当たりの1年間の生活計、一般廃棄物の量の平均というのを教えていただきたいと思います。でまた、えー 1>, 1人当たりの生活系一般廃棄物の排出量が一番少ない自治体はどこでしょうか、また、一番多い自治体と少ない自治体、それぞれで1人当たりの生活系一般廃棄物の排出量がどうなっているのか、これを教えていただきたいと思います。 松沢環環境再生資源循環局次長、はい、お答え申し上げま,すまず、国民1人当たりの1年間の生活系一般廃棄物排出量の平均値でございますが、一般廃棄物処理事業実態調査、平成30年度実績によりますと、233キロでございます。また、1人当たりの1年間の生活系一般廃棄物の排出量が一番少ない自治体でございますが、 えー、これはあの基幹困難区域を含みます自治体を除きますと、長野県の南牧村でございます、それから1人当たりの1年間の生活系一般廃棄物排出量が一番多い自治体の量は887キログラム、一番少ない先ほどの南牧村でございますが、自治体については112キログラムでございます。竹君 平均が233キロ1人当たりですね、えー、出しているということでございます。で、えー、一番少ない長野県の南牧村では112キロということで、えー、平均の半分以下ということだと思います。で、一方で、一番多いところは887キロで、えーまあ、平均の3倍以上。 ということになっているわけであります。で、えー、こちらあの努力をすることによって、えー、南牧村のように減らすことができる。 そういう可能性があるのではないかと思いますで、私もあのこの南牧村に行ったことないんですけれども他の自治体でよくごみ処理の現場に行かせていただいておりますけれども、えー、まあ、様々な取り組みを行っているところがあります、えー、ごみが少ないともそもそも排出量が少ない自治体はどういう取り組みをしているのかということをよくあの環境省さんも調べていただいて それをを全国に普及をしていいいたただきたいと思いますで、えー、次に生活系一般廃棄物の処理処分過程で排出される温室効果ガスの量、そして全体に占める割合を教えていただきたいと思います小野局長。お答えいたします。あのお問い合わせの,あの生活系一般廃棄物の処理処分過程で排出される量でございますけれども、CO2 換算で約800万トン。 我が国の温室効果が総排出量の約0.6%という数字でございます。竹谷君、これ800万トン半減すると当然400万トン。これはあの簡単な数あの計算でございます。で、えー、最初の地域の再エネ導入今年の予算で、えー、の。 効果というのが250万トンでありますのでゴミを半減すればそれ以上の効果が出るということでありますぜひ取り組んでいただきたいというふうに思っておりますで半減するということは半減している自治体が実際あるわけですからあやれる可能性が高いのではないかと思います で一方で、また使用済みプラスチック、これを自治体でごみ発電処理をした場合と、プラスチックのリサイクル処理をした場合で、どちらが温室効果ガスの削減効果が高いか、あその削減効果、大体何倍ぐらいになりますでしょうか松田次長。お答え申しし上げままますす民間機関で行いました環境負荷の評価結果によりますと市区町村が 分別収集したプラスチック資源を自治体の焼却施設においてごみ発電した場合の CO2 削減効果はプラスチック資源1トン当たり約0.7トンでございます。一方同じプラスチック資源について 容器放送のリサイクルルートでリサイクルした場合の CO2 削減効果は、プラスチック資源1トン当たり約2.1トンでございます。従いまして、リサイクルした場合の方が、ごみ発現した場合に比べて、温室効果ガス削減効果が大きく、効果はおおむね3倍となっております。竹谷君。はいえー プラスチックについても燃やさずにリサイクルした方が、脱炭素に向けた効果、温室効果ガス削減効果が高いというご答弁でありました。 国民、また自治体が足元で取り組む脱炭素として、ゴミの削減やプラスチックのリサイクルは有効であるということが、まあ今日ご答弁で明らかとなったというふうに思います。またゴミの中には、今日は質問しませんでしたが、食品ロス、これも大きな比重を占めておりますので、これを削減することも重要であると思っております。またたゴミをを削減しとに今日は処理処理分のことだけをあの 量をお聞きしたわけですが、回収の時にも相当の CO2 を排出していると思います、また、ゴミを出すために生産をそもそも最初からしている。 その時に出している CO2 もありますので、それを考えますと、もっと大きなゴミの削減には、脱炭素の効果があると私は思っております。そうした意味で、食品ロスを含むゴミの削減、またリサイクルの推進に向けて、大臣の決意を最後に伺いたいと思います小泉環境大臣あの。まさにそのためにも向かうべき先が、一つはサーキュラーエコノミーといわれる、ゴ、ま、ミ、あの出ない。 捨てない経済とも言われるこういった取り組みが非常に重要だと思います。あの今日ご質問になった中でプラスチックこれも今回のプラスチック法案が仮に成立をすれば使い捨てプラスチックはこのまま大きく減っていく社会になりますそしてリサイクルがより根付いていくまさに今日示されたようによく私も自治体の首長さんや関係者からプラスチック燃やした方があのいいよとどうせ油入れんだからとこういうこと言われますが実態としてはもうそういったことが必要な路というのは かななりり少なくて普通のところははもうプラスチックを入れる必要はありませんですので、このリサイクルの方が今日3倍っていうのは、今データでも示された効率の良さがありますから、しっかりとそういったことが根付いていくように、食品ロスの削減も併せて、ですねゴミこれは誰にとっても身近なテーマですから、そこから始まる脱炭素の行動というものが広がっていくように、環境省、しっかり取り組んでまいります。 片山大。